安田さん、しつこいでしょ。多分吉田さんのね、10年だか17年だかのそのネットビジネス人生の中で、いや久保哲郎はしつこいねと、こいつに比べたらもうね、しつこいやついないよと、凡事徹底って言葉はこいつしか使ってないよみたいなね、そんな印象を持つかもしれませんし、まあなぜ最初のコメントの段階でね、弾幕ですよね、コメント弾幕、20時間ライブなんじゃそりゃみたいなね。さすがに120時間ライブはね、そこそこしか付き合いませんでしたけども、なんて寝てるとこまで映ってるん で見てる方がね、なんかこうくたびれますね、あれはね。で見ていたらこっちの暮らしが止まっちゃうんで、さすがに見ることが物理的に不可能ですよ、120時間ライブはよく合宿とか夏期講習みたいなんでね、泊まり込みでやるみたいな勉強会とかありますけども、やっぱあれすごいですよね。だって暮らしを捨てて合宿に全てを投じて、たとえ5日間であっても1週間であっても、なんかね、合宿に参加したその仲間の世界でしか生きないわけですから、すごいですよね。朝起きてなんかお掃除から始まって、座禅組んでね、ラジオ体操して朝食を食べて勉強スタートみたいですよ。なんか勉強合宿ってあるみたいなんですけどもね。でもそうやってもう日々過酷な勉強暮らしをしながら東大に合格する人もいれば、部活を楽しみに恋愛をして勉強も一生懸命して、なんか普通にやってたら通ったよって人もいるね、だから個人差があるんですよ、個人差が。だからある人を棚に上げてその人のようにやればうまくいくかっていうと、これは分かりません。でも何がしかの確率を高めるためには、人の振りを見て我が身を直すしかないですよね。少なくとも大金を掴んだ人が何もせずにね、なんか義務教育を受けてじゃあ大金掴んだのかっていうと、やっぱ一味違うんですよ。そこには独特のしつこさがあったと思います。もちろん一度でできることはもう繰り返しやらないと思いますけども、一度でできないことは二度やってみる、5回でできないことは6回やってみる、100回でできないことは101回目でやってみると、とにかくできないことをできるに変えるまでずっと取り組んでいった結果、何回もやったらめんどくさいからできれば1回でマスターしたいよねっていう風な意識が生まれるんじゃないかなと思うんですよ。また後回し、そのうちやればいいやつって方は、せっかくの1回のチャンスを意識の薄さから、まあ、見過ごしてしまうんじゃないかなと思います。あとはね、なんか独特のね、ライブのね、なんか時間の共有感ですよね。あれはなんとなく身を引き締めてくれる気はしますね。もちろんライブで見ようとアーカイブで見ようと原理は同じなんですよ。アーカイブは倍速再生とかできるから、もしかしたらそっちの方が有利かもしれないですよね。でもね、なんか人間のこれ差がなんですかね、ライブの方が、もしくはライブに近い方が頭に入ってきやすいんですよね、そういう仕組みになってるんですかね。まあということを考えながらね、生の良さを今日からも味わっていきたいと思います。朝まで生テレビ、いってらっしゃい。